2024年、1月の21日、ここ、まあ、3日以内だと思われます。この阪神タイガースの、ポスター、この辺りですね、不法侵入してきた人間が削ってますね。もともとここ何もなってなかったですから。つい最近ですよ、こういうふうに、壁にかけたの。今年入ってから、まあ、中旬ぐらいですね。ちゃんとみんな電車バス徒歩で来なあかん。なんなんこの車の量。5台も止まっとるよ。で、一回もうここの中、車止めてあかんことになったのよ。引っ越しとかそういう時以外。っていうのは、そこをポールを立てて、チェーン、あなたに落ちてるチェーンですけども、あれがね、ちゃんと引っ張ってる状態で、まあ、車が入ってこれないようにはしてるんですけども、そこのポールとコンクリートの間あるでしょ。あそこから車1台分ギリギリ通れる幅がどうやらあるみたいで、そこにね、芝生のところに車を止めてた連中がいたんですよ。で、まあ無断で、そのまま車出したりだとか、まあそういうことをしていた、人もいました。なあ、もうみんなちゃんと電車バス徒歩で移動すること多いなあか。全然来えへんわとか言いながら階段登っていったの。それおばはんの声。どうせ髪の毛染めとやつやろ。もう二度と来るな。お前らが不法侵入したのとちゃうんか。先ほどの続きなんですけども、一度家に帰ってきて、で今度は、先ほどまで車止まってなかったんですけども、2、3分前に春山整骨院にもう車が来た。神戸362ルーノ125防犯カメラ。本当は春山整骨院ってだいぶ前から写真押さえられてるんじゃないですか。今の区長は裁判所の人たちに言っています。どうなんですかね。不法駐車してるのを見たときに、副官房長官が有馬警察署に来て引用してましたよ。まあこれ後から撮影してるんですけども、本日2024年1月の21日、11時36分、今日の朝、インターネット上でね、まあエクスペンタブルズの記事を見て、まあそこからの動画を見てたんですよ。その後車が集まってきたりした。変な奴隷制度を用いて、朝からスポーツの勝ち負けに取り組ませたがっているのか、だからいろんな会社がスポンサー等になってるから、旦那がどこで働いているだとか、どういうふうな金回りだとか、知り合いに誰がいるだとか、そういうふうなところまで全て、確認しなきゃなんないみたいなことになってくるかと思うんですけども、ややこしいから最初から最後まで、粟井圭介は何しようとも、ここに集まってきたらダメだっていうことにしといたらいいんですよ。そこの春山整骨院も。答え簡単。どうせバレたら困る連中が、調べられたら困るから、だからそういうふうにしたんでしょって。だから本当はその辺のところで、だから金一封の話とかも混ざってくるんであれば、日本のテレビ局関係とか、まあそういうふうなことになってくるかもしれませんけども、まあどちらかというと東方東映さんとか、そういうふうな形になってくるかと思います。で、まあこれが、まあ制作事務所とかはね、もともとスタジオジブリだとか、そういうふうなところとかだから、まあ新海誠監督の件、だからまあ僕からの、まあ、大枠でね、どういうふうな話で、君の名はという映画を作ってもらうかっていうところで、まあまあ、大枠はもう私の方で考えた内容で作っていただいてましたから、まあ、最終的に一番、現実の
ことと、当てはまるのは、その隕石に関しては緊急避難で逃げること。だからミサイルを作る必要はもうすでにない。すべての国は国連加盟国、196カ国ほど現在は。今さら作る必要ないんですよね。で、だからテレビのフェイクニュースとかでも、この間もまた北朝鮮が何かミサイルを撃っただのなんだのっていう、どうせあれもフェイクニュースだと思いますよ。だから、なぜそのようなことをしているのかということなんですよ。だからフェイクニュースでも、だから、キム・ジョンウンさんの、例えば顔がボロボロになって睡眠不足にさせられてるっていうことであれば、これフェイクニュースを流した人たちが悪いっていうことになりますから、だから、電子機器関係に関しても、その飛翔体が飛来してるだとか、そういうふうな内容に関して、これね、大真面目な話、AI のコンピューターとか嘘の情報とか、その防衛省とかでもレーダーで表記されたりされます。まるでミサイルが飛んできたかのように。本当にこれ大真面目な話で、だってみずほ銀行とかサイバー攻撃を受けてるんですよ。そしたら各、まあ、自衛隊とか他の国でいうと軍、そういう施設でそういうふうなサイバー攻撃があってもおかしくないでしょう。そんなにしょっちゅうしょっちゅうミサイル撃つわけがないから、北朝鮮。もうその考え方で何かあったとしても、そういった記事を流さなかったらいいんじゃないですか、テレビのニュースでも扱わなかったら。テレビ局が視聴率取りたかったから。一応小木さんはテレビのニュースで、その去年ですけどね、北朝鮮がそのミサイルを撃っただなんだろうって、こんなにしょっちゅう撃つわけないでしょっていうことを言ったらバレたって言ってたんですよ。まあまあ、ここの住宅にすぐに集まってくる連中に関してですけども、なぜエクスペンタブルズを見ただけでっていうことになるんですよ。まあ確かに、出てたのがシルベス・スタローンさんでしたから、もうだいぶ前のエクスペンタブルズの記事だとは思うんですけども、それ作ってるのはアメリカとかだから、それは僕に責任はない。はっきり言って。そういう何か余計なシーンがあったとしても、僕はそういう余計なシーンは要求していない。むしろやめなさいっていうことを言ってる。今までのその作品とかでもそういうことを述べてきてるし、もともとフルーツ・ラ・パークでもそれは固定事項として、言ってたことであって。で、それはもう別に、その僕は言わなかったとしても、ハリウッドもいろんなところから叱られてるはずだから、余計なシーンを混入させるとね。あんまりその辺細かいこと言い始めたら、本当は僕が二十歳ぐらいの頃、1997年、まあ19歳の頃かな、タイタニックっていう映画ありましたけども、うん、すごいいい映画だと思いますよ。ごく一部分を除くとね、その一部分によって、結局ヒロイン役の女性も黒着せられてるんですけども、ベトシーンいらんから、本当に。もうだから告白したりしてこうね、仲良くしたりしてる部分があって、そのちゃんと恋人っていう位置づけで将来結婚しようというそういう話まで出てきたら、もうそれでいいじゃないですか。あ、そういうお互いそういう気持ちなんだなと、なぜベッドシーンを入れるのかっていうことですよ。それ言い始めたら、もうこんなもの見始めたら、もう何がね聞こえてきてああいう風に集まってきてるのか分かんないじゃないですか。もう今までのパターンからで言うこと、本当にまあもう、ずっと前からそうですよ。もう10年以上前から。春山聖子線に車が止まってなかったのに、日曜日休みで。でね、もう本当は春山聖子線に実は営業したらダメなんですよ。もうこれもともと判例があるから。住宅密集地で人がたくさん出入りする建物建てちゃダメだっていうことになってるの。もともと判例でね。で、2003年に、春山聖子線そこの建物一回解体されて、今度入り口2箇所にしたのかな。もう2000年過ぎの頃か、2000年、うん、過ぎぐらいの頃かな、ペケホーンで入り口、木でこう塞がれてたから、
鍵が出回りすぎてたりとか、いろいろあったから。だからそいつら、どう考えてもここの自宅に不法侵入してるの。で、さっきも映像映しました。阪神タイガースのカレンダー。明らかに不法侵入されてるって。あんなこと自分でするわけないでしょ。見たらわかるでしょ、本当に。あれが証拠なんですよ。切りない、本当に。で、階段、あの車とか集まってきて止まった後、階段上がっていくときにね、まあ僕より年上の女、おばはん、なかなか来えへんわ、とか言いながら、とぼけながら、階段上がっていきよう。誰もお前なんか呼んでへんよね。うっとうしい。どうせ喧嘩に来た奴ら。ストーカー行為法違反、挑発行為、よそで会議したい。集まるんだったら、ここで集まらなかったらいい。ちゃんとみんな自分のお金出して会議しよう。そんなに会議したいんだったら、たくさんの人数で会議するんだったら、フルーツラパークで会議したい。三田市のホテルの方が近いんだったら、三田市のホテル借りて。ホテルっていうのは、会議場とかあります。そういったところで会議したい。ちゃんとテーブルとかある。あとは本人たちがお金払う気があるかどうかや。なんかもうこれも徹底的に調べたら、ね。ここの住宅の家借りたりとかして、で、そのお金の周りとか徹底的に調べたら、なんかいろいろ出てくるんじゃないですか。悪いことしてる証拠は。お金の面のそういうような方向性でもね。もともとここの住宅で、それ相応の目的がない限り、ああいうふうに車止めて集まってきたらダメだっていうことに私が二十歳の頃決定されてますよ。それを地域の自治会が今度飛び始めるんですよ。覚えてないだとか。もうこれが記録。証言。これは本当のことだ。2014年ぐらいの頃、有馬警察署に、まあいろいろその辺のことも言いに行った時に、その春山整骨院の件に関してもちゃんと判例あるよっていうことを教えてくれました。警察官の人がね。西村さん。で、それ以外のことでも、他の警察官もそうなんですけども、そこの集合住宅も昔、そのいろいろあった件でね、集まってきたらあかんっていうことになってるし、他の警察官2名でね、自宅に僕に、ちゃんと伝えに来てくれた人たちは、もう携帯電話かけながらでも、君にごちゃごちゃ言ってきたらあかんっていうことになってるから、そういう時あったら、俺らに言ってくれたらいいからって。何回もそこまで話進んでるんですよ。携帯電話でもあかんのに、ここの階段上がっていきながらごちゃごちゃ言ったらダメに決まってるじゃない。ストーカー行為は違反だって言われた。君たちストーカー行為は違反なの。君たちが決めることじゃないの。違うかどうかは。してしまった後だから。付きまとい行為だから。で、テレビ局絡みの人間を一緒に連れているからとなってくると余計に立ちが悪い。性質が悪いっていうことになる。本当に。フェイクニュースが多すぎるのと、淡井圭介の結婚話、普通に聞いたら、第三者が聞いたら、えげつなすぎる。してることが。名前と住所と電話番号をしっかり知ってる人間がいない。で、一時的に仕事場とかに急に現れて結婚話をしただけで、その後すぐ消えるから。どこに住んでるかなんか知らへんから。行ったことないから家なんか。それが何十人とテレビで出て、20人どころじゃないですよ。本当に。完全に利用。阪神・淡路大震災の建物全壊した人間の。だから、春山整骨院に出入りしている芸能人とか見たことあるから、それで顔を無理やり若返って、その後、家帰って旦那とデートしてることがえげつなすぎるって逆や。そこで出入りしている人間が顔をみんな潰れなあかんねんから。で、もともと連れてこられている老人とかも、高近年で、もともと僕に喧嘩売ってきた連中とかじゃありません。春山整骨院に入り込んだりとか、ここの住宅。そういう人間を集めてきてるんでしょ？税金の回し合いばっかり覚えた人間。結局は。なんかそういう話もしてたところありましたよ。ここ5年ぐらい前かな。その春山整骨院の。
スマートフォン手に入れてからですね、その、そいつらの文言とか撮影できてるの。それは一回、裁判所に出しちゃう。で、春山整骨院用の訴状を、作ったかな、作ってないかな、まだ確か後回しにしたんだったと思う。で、それはそれでお金かかるから、話が前後するんですけども。とにかく集まってこなかったらいいんですよ。で、警察官のその考え方とか行政の考え方がおかしい。エクスペンダブルズを見たからだとか、そういうことで集まってきてダメ。ね。で、エロ業界も調べなあかんときは調べなあかんねんから、本当に。まだ存在してるかどうか。それで警察官がサボってるかサボってないかわかるんだから。そんなものでボーナスなんか出るわけないじゃない。性被害者次々出てきてるんだから。で、テレビ局を隠蔽しすぎ。性被害者の数、全然出さへん。そいつらはエロ業界開いとおかれ。不倫ドラマとかベッドシーン、いらんのに。で、もちろん一部のテレビ局の人たちは、確かにそうだっていうことで、例えば、下町ロケットとかね、ああいうふうな形で、昔からの会社の、企業の、その開発競争だとか、そこで発生する事件だとか、そういったものを描いてくれています。だからそういうのいいんですよ、ドラマ。そういうのばっかりで。自然と勉強できるから。一時はハゲタカっていう、例えばテレビ朝日の、証券会社かな。そういうふうな形のドラマで、ちゃんと下に法律名とか出してくれたんですよ。ことあるごとに。何やねん法の第何条で、こうこうこうって。ああいうような番組作らないと。一応そういうのを録画しておいて、ノートにこう、書き留めやすいでしょ。で、何回か見といたら、ああ、こういうケースはこうなんだなっていうのがわかるから。だからまあ、普通に考えてもそれはそうだろうっていうのは多いんですけどね。普通に考えたらわかるよって。人のもん身勝手に取ったらあかんって。普通の権利者とかちゃんと頭の中入っていたらね。で、あと株価のその上げ下げのところとか実態ないのに。もう本当エネルギーの残存量問題とか、車の生産量を極端に減らさなきゃならないっていうこの状況下で、あんな株高なんかありえへん。もう3万5千超えとか、2万8千が限界で本当はそこから下がるから。今から10年ぐらい前は株価1万5千ぐらい。もうバブル崩壊の頃が3万6千ぐらいだったと思いますよ。それぐらい。3万8千なかったかな。だから、なんかもう日経関係の記事、その経済新聞関係の記事、本当にそこはデモ党だったかどうかわかんないんだけども、でも本当はそこと関わってなかったら、そういう明確な、テレビのニュース言ってた、今言ってましたっけ？経団連関係とか大きな会社の社長さんか、証券会社の人は言わないか。平均がなんか年末の頃には4万を突破するだとか、わけわかんないこと。もっとエネルギー消費して、経済消費で使い倒しちゃおうかっていうような、そういう内容。先食いしてるだけだから、お金を、資源を。後の世代に付け回ってくる。それで消費税上がってるから。もう2万8千が限界。3万5千。パッパラパの考えること。世の中の現実が乖離しつつ。人口自体がずっと、日本人少なくなっているのに。それと、あとね、この間、昨日かな、報道ステーションで、かな、ニュース落ちないんかな。報道ステーションの方だと思う、昨日。海外からのお客様が使ったお金、5兆2000億円って表記されてたんですけども、それ本当だと思います？もうそれ、ほとんど交通費とかでしょ。空飛んだ交通費、飛行機代、日本飛行機なんか生産してない。ジャンボ旅客機とか。
ホンダが小型の旅客機を生産してるだけ。だと思いますよ。だと思います。どうなってます？本当のところ。ホンダが生産してましたっけ？昔のニュースとかごちゃで混ぜられてるか、もう僕もわけわかんなくなってる。で、あ、そうそう、昨日の晩もなんかごちゃごちゃ言うやつ来てたんですけども、それは、ホームページ、淡井圭介の履歴の、その音楽関係のところはね、65番から64番ぐらいの間に記載してるんですけども、海外の曲っていうところで、そのタイタニックのね、セリーヌ・ディオンの、曲をね、アクセスできるようにしたんですよ。それで昨日の晩かな、なんか、男性で、23時ぐらいの頃に歌がどうこうって言ってきたやついました。今回大変やんって。自分で淡井圭介の力っていうホームページ見たらわかるやんって。探し回って。ね？無理あるに決まってるじゃない。なんで僕が悪いの？会社法があるんだから会社に文句言いなさいよって。ハリウッド。文句言ってくる先は間違いと。以上、ここの住宅に集まってくる理由なんかそいつにないから、本当に。で、そいつは挑発行為言いながら来てるから、で、ストーカー行為違反だから、完全に。警察官が間違えた、ダメだって、本当に。もう一台ありましたけども、神戸334-3993、神戸582の T59の23軽自動車、神戸330のマー37の26、神戸353のマー点々37。なんかもうゴミ落ちてるわ。昨日なかったのよ。で、あと、なんかもう開けっぱなしにされると、これも本当は禁止。その間に車、違う人間とか、止めに来たりされたら困るから。これももともと決まってる。もうあれは撮影した、さっき。正直、1台いなくなったけども、まあ、一番最初にいなくなったやつ、正直怪しい。そいつがその階段上がっていくときに、喧嘩売るようなことを言ったんじゃないかなと思っています。で、まあ、もしくはポスター。で、もちろん防犯カメラなんですけども、何から行くか。昨日の晩アクセスできるようにした件から行きましょうか。一応、これで集音はしてるから、夜、仕掛けてくる人間。ちょっと待ってください。話を仕掛けてくるじゃなくて、外から絡んでくる連中、大きな声で。家の中でもはっきりと言葉は聞き取れる大きな声でね。だからちょっと待ってくださいね。今、ホームページ、アクセスしていて、これ本当はこんなに時間かからない。もっと早くアクセスできる。世界のルールは法律。隠そうとしてた隠蔽になる。警察官がね、撮影しちゃダメだとかいう内容。場合による。もうここまではっきりした内容言っと。あと、防犯カメラはもともと家の前とか撮影してよい。
今カーソル動かしてるんですけども、海外の曲はどこかな、これぐらいのところかな、ここ、海外の曲、これが昨日、でこれが、まあ、まあまあ他にもカノンの、カノンっていう曲があるんです。曲というか、まあ厳密に言うとその曲の構成なのかな、まあそういうようなところで、まあいろんな国でそのロック調にしたりだとか、まあバイオリンを入れて演奏したり、まあもともとはバイオリンが入ってたものだと思いますけども、まあ、まあそういうようなものとか、あとコールドプレイっていう、海外のバンドの、まあ世界的にヒットしたものだとか、まあこの中でここですね、タイタニック1997年、そんなこと言われたって、これ以前も同じなんですよ。まあこっちはアルマゲドン。アルマゲドンの方はベッドシーンなんかなかったと思いますけども、まあけど、これね、あんまり細かいこと言い始めたら、どっからどこまでベッドシーンなんだっていう、まあまあ、まあまあ、そのね、もうそういうふうな行為に至ってるんだろうなっていうところまでね、ちょっとここはタイタニックでそういう部分は、いらなかったんですけども、だからその後その着てるもの黒に変わってるから、そのシーンの後分かってて多分そうしてるから、もうみんな見たら分かる、これが本当の話やん。だから曲は良かったのと、物語自体は良かった。でまあこの映画に関しての、この動画だったかどうかは僕は忘れましたけども、僕からのコメントは、まあこの映画に関してね、最後その船が沈みそうになっていく中で、各乗客の人たちの判断、それによって、人々の行動が変わってる。ただただひたすら人を押しのけて逃げようとする人間と、人助けをしようとする人間。そこで、そういったところが、そのシーンの、見どころって言ったらいい部分だと思いますよ。その、もう死ぬだろうなっていうことで、まあ、老夫婦なんですけどね、お互い今までの人生幸せだったねっていうことを言ってるような、これもうね、もう例えば最近見直したりしたらはっきりしたこと言えるんですけども、だからセリフをしっかり覚えてないから、僕もまあ大体そういうふうなことを言ってたところとかね、もしかしたらまた生まれ変わった時一緒にまたまた一緒になろうとか、そういうふうないいこと言ってたかもしれない。最初のそのベッドシーンが、そこが余計本当に、本当、一つの余計なシーンで全て台無しになるから、お前らしてるようなことをするなと、ややこしいからと。それすると、エロ業界で、それ性暴力団の範囲内だからダメよって、だから、その後ディカプリオっていう、男性の、役者は、そういう風なシーンが出てくるところの映画ばっかり回されてる。もうこれが本当の話だから、もう何か、淡井圭介が何かしたぐらいで反応したらダメだって。反応したらダメなの。わかる？集まってきちゃダメなの。この周りに。で、あと僕は買い物行ったりしてるとき、他の場所もそうだけども、絡んできちゃダメ。だから買い物だけじゃなくて、この間、発明協会、特許庁の発明協会まで高取の方に行ってきたんですよ。神戸市長田区。長田区だったと思います。スマックかもしれない。スマックの可能性もあります。正直僕もそのあたり、間ぐらいのところは正直よくわからない。で、そこの高取駅でも思いっきり絡まれてます。それがお前の実力だって言ってきた僕よりだいぶ年下のやつ。しかもまた男女のカップル。明らかに待ち伏せ。高取の駅の入り口のところに二人で。以前も言われた、それ。もう以前もっとひどくて、ここ数年前。10年以上、その帰りの JR の中とか、もう人間の方がね、もう何人も絡んできて、
神戸電鉄に乗り換えた後もね、何も絡んでくる。で、家帰ってきたら、ね、晴れの整骨院で絡んでくるやついっぱい来る。もう老人とかじゃないから来てるの。特に17時以降。昼間もそうだったけども。働いてる人間とか、この辺で。銀行員とか。車のドアの、バターンって思いっきり閉め寄るから。で、あと外からごちゃ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 、ヘラ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 笑いながら言ってくる。しかも男複数とか。まあ女複数も鬱陶しい、本当に。ごちゃごちゃごちゃと言ってくる人間。で、もともと、そこの踏切のところで、有野中学校って言ったらいいのかな、有野北中学校、もう なぜすぐそこの中学校、もうそこの子供らが3人なり4人なりたむろして、もうこっちのことごちゃ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 言ってきてる。そして家の中にいる僕はずっと聞かされてるんです。だからもうそいつらが大人になって、もうだからもう20何年前も同じことがずっとあったから、もうものすごい数の人間はそういうことをしてしまってるんです。この辺り一帯で。だ自治会を一回全部解散させた方が本当はいい。ややこしいことにしかならない。昔から本当にそう。自治会通して祭りとかし始めて、デモと税金で、めちゃくちゃなことし始めるから。わかりやすいの、岸和田のだんじり祭り。あんなわけのわからんことして、死亡事故とか出てる昔から。で、もう一回だんじり祭り行ったら、大体どっかにぶつけよう。人に壊しよう。で、入れ墨入れとう人間いっぱい参加しろ。もともと自治会なんか作らない方がいい。もうこれが本当の話。ややこしい奴らが集まりよるから。で、そいつらが主導権握ろうとするから。これが本当の話。先ほどの続きです。あと一点、言うことを忘れていたのがあって、買い物を、JA に、行ったんですが、車の連中が、ね、集まってきた後、時刻にして今から、まあ、1時間ぐらい前か、1時間半ぐらい前ですね。で、JA の近くの交差点のところで、オートバイでね、まあ、マフラーを、まあ、改造してるであろうと思われるバイク、全身黒ずくめの男で、信号を僕は渡った時に、信号待ち状態だったんですけども、アクセルをね、こう、余計な音をさせてきて、こう、挑発行為なのか、威嚇行為なのか。で、こいつ、この間、後ろ、帰り道、その高取の駅のところで絡まれたその日、そこの普通の歩道のところで、買い物行った帰りに、後ろからね、アクセル、こう、いろんな開け方して、暴走族特有の変な音の出し方で、近づいてきたやつがいて、撮影始めたら急にね、そういうアクセルの開け方、やめるんですよ。映像を抑えられると思って。で、その、横通り過ぎた時にね、ナンバー4桁だけ読み上げてるんですけども、そいつ同一人物なのかもしれないし、そいつらの仲間のグループっていうのは、そいつのその JA に買い物行った時のそのオートバイのやつのナンバー見たろうと思ったんですよ。そしたらナンバーも上に上げてるやつなんですよ。カチカチカチってこうナンバーこう変上に上げれる、それをつけてるやつだから、もう多分何かしてる、もう開き直ってる。だから、まあそういうのもしっかりと警察の方で、警察官の方で対応してほしい。もうだからもともとそういう連中もいっぱい絡んできてるから、もうだいぶ状況ややこしいっていうのが、実際のところですね。これが言い忘れてたことです。で、帰ってきて、で、さっき、あれこれ言って、最終的に車のナンバーを押さえに撮影したと。これはもう十二分な理由として十分でしょう、もうこれ以上。もっとあるんだから、本当は不法侵入とかされた形跡とか、外からね、絡んできていた連中なんか、本当に2010年から2020年ぐらいまで1日平均100件。
これでちょっと怒っただけで、このルール法律で正当防衛なんか民法でも刑法でもあるんだから、民事訴訟法でも刑事訴訟法でもそれを言いに行っても普通ですよ。で、もともと多分絡んできた連中が春山整骨院に集まってきてるんだから、で、それも最初言うとき普通の言い方で言ってる。で、とぼけられたの。で、よく見たらそいつテレビに出てる芸人だったの。受付にいたの。こう、太っちょのやつで。で、こいつどこからどこまでとぼけようねんと思って、もうね、奥の方にいる連中にも聞こえなきゃなんないんだから、その昔ね、そのちゃんと判例あって、この建物解体されてると、営業禁止だからっていうことを言ってるんですよ。で、楠本っていう男にもエネルギーの残存量問題のことを言いました。ただそいつも本当に楠本っていう人間か分からない。もともと以前も春山整骨院にいた人間だと思いますよ。で、テレビでもその映像が一時出てきていて、そいつは自分で自分の名乗る、自分の名前を名乗るときにいつも楠本言いますって言うんですよ。楠本という名前ですとか、楠本と申し上げますとか、そうじゃないんですよ。楠本言いますって言うんですよ。なんかまた偽名使っていそうなやつでしょ。メガネかけてる男。もうそれでも、二十歳ぐらいの頃、フルーツラパークで、まあまあそういうふうな件を対応してもらって、株式会社小岩に弁護士さんがもともと役員でいたからだったと思いますけども、僕もその頃警察の方が対応したのかどこが対応したのかもうよく覚えてないんですよ。まあ以上です。まあその暴走族関係の人間とかもなんかちょっと妙な動き見せ始めてるから、ちょっとその辺のところ警察官もちょっとそれは本当に対応していただきたいっていうところですね。あとまあ不法侵入してきてるやつとかで、その根本ね、もう本当にしょうもない理由ですぐに喧嘩売りに来る。だからこの電波の仕組み自体が絶対におかしい。だからどこがその警察官の人たちでも、その電波のこのもう受注ハックそれだから、その映像を見たらなんだので、だ映像を作ってる会社が悪いんだっていうことを徹底的に教えて、そのここに集まってくるんじゃなくて、その映像を作ってるやつらが実施しなきゃなんないですよね。世間にちゃんと謝って、だからなんか知らんけども、淡井圭介を形的に淡井圭介が悪いみたいな形にとにかく持っていこうとする。で、さっき言ってそれは絶対無理だ、会社法とかあるから。どうせいろいろ調べられたら困る連中だと思いますよ。以上です。